橋本です。こんにちは。えー、今回はですね、えー、ちょっと私にとっては大切な話を皆さんにメッセージをして流します。えー、さ昨日、また、えー、カズヨギチャンネルさんで、カ、えー、人さんがあー出演なされた動画がアップされました。で今回は、占いということがまあメインでお話をされたんですが、非常に重要なことを、この、 動画の中でお話しされています。特に後半、後半の15分間、ここは何度も何度も聞いてもらいたい。そんなような、あの重要な内容です。で、まああの、ちょっと僕もメモもしたので、それを皆さんにお伝えするんですけれど、基本は私が常々言ってきたことです。常々、えー、言ってきたことを、神人さんが本当にあの答えを合わせてくださったように、えー 橋本間違ってなかったよって言わんばかりのような内容で、えー、僕は本当にね今心がスカッとしてますスカッとしてます、まあ、そんなことをちょっとあのお話ししていこうと思いますで、えー、と私はねこの動画ね、えー、ともう、えー、と昨日一日昨日今日のこの時間帯で3回も4回も紙人さんの お言葉、聞き直しさせていただいたほど、今回の YouTube、非常に僕にとっては大切でした。まあ、そういったことで、和つよチャンネルさんの、これ、動画ね、URL に貼っておきますんで、概要欄に、ぜひご覧になってください。で、えっ、ー、と、いろんなことを言ってたんですが、まず、占い。ね、占いっていうのは、基本的にこれから、まあ、まあ、あの手短に言いますよ、手短もう、いらない。うん。必要ない。 神人さんは一切信じ,信じてないってはっきり言ってました。で、内容については、まあ、ここは見てください。それから、2つ目、すごい重要。神人さんってえ、皆さんが持っている、霊体について悪霊とかあるでしょ悪霊とか。そういったものの、霊的なものを除霊したり、条例したり、除霊と条例違うんだけどね。こういったことを今までやってきたけど、 昨年の末をもって一切やらないってっ今回明言なされた。でそれはとても大切なことなんだけどこのねお金を出してでも除霊してくれたとかね自分の病気を治してくれとか取り付いてるも取ってくれって言ったことに対してお金のある人はいくらでも積むからやってくれっていう人がいっぱいいるらしいんだよね。うん、で僕も他でも見てきた、うん。実際にやってるところも見てきたんだけれど。うんね やっても無駄だっていうことをはっきり言ってた。ね。一応、ね、あの、なんていうのかな、やる、今までやってきたけれど、もう全くね、人間の成長、魂の成長にならないっていうこと。もうね、依存しちゃうんだよね、神人さんに。ね。で、除霊したところでまたすぐついていく。また体が具合が悪くなって。そしてまた神人さんのところに泣きついていく。もうこの連続。で、神人さんは有名な人だから、 もうこれがたくさん来る。電話がバン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 。もうやってらんない。うん。で、それよりも、きちんと自分自身が魂を磨けって言ってるんだから。うん。だから、ね、依存から自立へ。だよ。うん。魂を磨けって言ってるんだよ。うん。ね。だから、ここすごい最大のポイントだから、ぜひ皆さん、あの押さえてください。それから、占いの中でも、 えー、こういう霊的能力があって占いをする人がいるでこういう人のことを神磯さん的にはスピリチュアルカウンセラーっていうふうに言ってた、うんね、でそういう人が例えばクライアントさんで目の前にいたそして自分がいて話をするだけれども、ね、神から降ろされた言葉を相手に伝える時はただのパイプ役だって、うん、そういうふうに言ってたここ分かります 自分の思考が一切入らない上から下ろされた言葉がそのまんま相手に伝える要はそう,いうそういうお役目これに徹するとは言ってた、うん、でこれは僕も前々からいろんな霊媒師から聞いていてで自分のエゴだとか自我が入るとみんなおかしくなるって見てたからあっ神人さんもやっぱりそうだったんだってまた一つ答え合わせができましたそれから次 神人さんが昨年の秋までに、えー、感じていたご法度の心。焦りです。焦り。神人さんでさえ、ね、先進でいうところの、ね、ご法度の心を引き起こしていたっていうことです。わかりますこれ、うん。それは何だったか。焦りだった。うんうん、せかせかする心。 です。せかせかの次に来るのはそれが成就しないとイライラする心に変わっていくんです。わかります?「先進」という言葉も使わないし「ご法度」という言葉は使ってませんがでも僕からしてみると同じことです。心の状況、感情を言い当ててるんです。言い表しているんです。ここが非常に大きなポイントです。はい。じゃあ次いきます。ね。 神人さんはね、いろん、もう有名ですけれども、ね、本物だ、神人は本物だ、ね、っていう人もいれば、こいつはペテン師だ、偽物だって、ね、いうふうにして、もう散々叩かれることもしたって、それから、もっとすごいのは、ね、昨日まで、ね、神人さん大好きです、大好きです、愛してます、尊敬してますって言った人が、突然、突然、コロッと変わる、コロッと。 ねうん、急に嫌いだの,、ね、あのおかしいだのふざけるだのみたいなさ、ね、突然神人さんのことを、ね、あのゴシップ言い始めるこんなことが、ね、いくらでも起きてるんだって <laughs>、ね、でこれは、えー、原因がもうはっきりしてるっては,はっきりしてるこれは完全に、ね、見えない世界で憑依されてるで本人はそれすらがわからない、うんね、思考をコントロールされている ね、それからマインドコントロールに合っているこれも異次元による思考の操作が入ったこれの確率がほぼ100%だって言ってたで私もこういうスピリチュアルなことをずっと学んできて今年の8月に、ね、10年以上かけてもうずっとこういう真実を伝えてきた、ね、婦人の方がいたんだけど突然カラッと変わった。 突然、がブチーンって切れた。そして今まで構築した20人ぐらいの仲間を,を連れて、ね、新しいグループ作って全員そっち行っちゃった全員だよ。<laughs> うんね、でその時に、ね「先進だよ先進だよご法度の頃こを起こしちゃいけないよ」って。うん、であのとても大切な人が、えー、まああのー。 いてその人がちょっとご法度の心を起こうしてるのか僕はもう見,見,あの見えたから、ね、ちょっと様子を見ようねってねこれをちゃんと先進できるかどうか様子を見ようねって言ってたその人とタッグ組んでどっか行っちゃったでも今日の動画を見ててあ上人さんはこの僕の、ね、10倍100倍の,、ね、あのこういう人間関係がブチブチ切れるようなことを体験なさってるんだなってつくづく思って あまだまだ僕はまだこんなのは序の口だなお、お子ちゃまだなというふうに思いました。はい。それから最後、最後です。私が常々言ってきたことを、ここで明確に上人さんが言ってくださいました。それは何か。これからの未来は、全員チャネルラーになる、ね。全員シャーマンになる。霊能者になるんです。ということは、もうすべて心の内がもう丸裸に 丸裸。ね。だから、別に会話をしなくてもパッと見た瞬間に、相手が何を考え、何を思ってるかっていうのもう分かる時代がもう数年後にやってくる。ね。だから、嘘はもうつけない時代が来る。ね。それを絶対に阻止したかったのが石屋だったって、明確に言った。でもその力ももうなくなったよって。うん。もう、世界中から、 神人さんのようなシャーマンがあっちこっちに出て真実を語り始めちゃってるから、ね。この勢いはもう止められないよって言ってる。だからもう終わるんだって。ね、だから未だに、未だにね、A、かっこしいとか、心の中がね、あの全部自己表現できないとか、ね、思ったことを言葉にできないとか、そういったふうに思ってる 人たちはこれから本当に苦しくなるよ。辛くなるよ。大変だよ。うんうん、だってね、もうな、あ、この人本当のこと言ってないって、すぐバレちゃうんだよ。うん、だから、ニュースもそう、政治家もそう、ニュースを流してても、うん、あ、これ本当のこと言ってないって、もうみんながわかっちゃうんだよ。うん。明確に。ね。政治家もそうだよ。ああ 何こういう政策打つの、あでも心の中まるっきり違うじゃんって、利権がらみじゃんとかさ、全部分かっちゃうんだよ。で、その時に相手は何て言うか、ね、じゃあその証拠出せとか、ね、それの、あの何,あのあ何証、証拠以外、なんかいろんな言い方あるね、うん。って言うじゃん。なんか、いや、証拠ですか、ここですって、<laughs> ここですって。 宇宙さんが教えてくれてますそれ。それよりもあなた本当に嘘ついてますよねって。<laughs> 全部丸見えですよって。<laughs> もうそういう会話になっちゃう証拠だとかどうとかじゃないの。<laughs> ね。わかりますここすっごい重要なポイントですよ。だから魂磨くんですよ。だから先進するんですよ。だからご法度の心を起こしちゃいけないんですよ。ね。徹底的にやるんですよ、もう今。 要は心霊から初めて体験することを生きた人間のこの体を持った状態でアセンションするんですよ。神、うん、人さんが明確に言ってたんだからそのこと、うん。何度も何度も踏み落とすまでこの和代木チャンネルさんの神人さんの今回の動画はもうねテープレコーダーのようにぜひ聞いてもらいたい。うん、ここはね熱く熱く語りたい。 そして自分を、ね、あの守るつもりはないけれど今まで自分が思ってきたこと、ね、自分がずっと口酸っぱく言ってきたことを本当に神人さんが同じようにあの今,日あの今回の動画で話してくれたことこんなに嬉しいことはない僕間違ってなかったって、うん、あ純粋に僕はあの魂の話神様の話こういった仕組み こういったことを伝えてこれてきたんだなっていうことが、えー、自分で確認取れました。だから、すっごく今、僕のここの心は、ハッピーです。ハッピーなんです。<laughs> お祭りです。おめでとうございます。って感じなんです。<laughs> 本当に良かった。本当に。それからね、ね、ちょっと話戻るけど、占いのところでね、ね。 あの大事なこと言ってたよ、うん。本当に占いをすることもいいしさ、ね、チャネリングすることもいいし、スピリチュアルカウンセルやってもいいよ。でもそれが目的あなた何なのって、ね。このクライアントさんを、ね、自分に引き込みたいのそれともお金が目的なの、ね、これは、ね、とあの要するにこうグループを作ってこう取り込みたいのとか。本当の目的あなた何なのって、うん、そのことを、ね、あのおっしゃってた。うん 僕もね、お金だとか、ね、うん、囲い込むとか、宗教にするとか、全く何もないよ。ただ真実をただ伝えてるだけ。本当のことを伝えてるだけ。うん。お金もらってもいないよ。全部、もう手弁当で、すべてやってる。うん。ね。だけど、あ、今回の紙人さんのね、このお話を聞いてね、あ、僕やってきたこと間違ってなかったなって、うん。再認識することができました。 本当にありがとうございます。もうね、神栖さん、感謝、感謝です。そして、それを挙げてくださった、和ずよぎチャンネルさんのカズさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、これからも、先進、そして、ご法度の心を徹底的に磨く、ね、そして、御霊を磨く、そして、王室く神事をとことんまで読み込む、そしてもう一つ、おまけね、うんえー、よひとやむみな、よひとやむみな。 これの朗読も非常に素晴らしいんで、ぜひこれもね、聞いてってください。めちゃくちゃ波動が上がる。波動が上がれば、冷静が上がる。冷静が上がれば、チャネリングができる。ね。そうすると、チャネリングができたりすると、相手の心は簡単に読める。わかる。嘘が見破れる。うん。ね。で、それは実際に僕は、ね、自分が体験してるから、ね、体験したことを今皆さんに伝えてる。 で皆さんもできる簡単にできる、ね、だからお金もいらない、ね、どこ行く必要もない、ね、だからぜひぜひこれからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。